この動画では AG Mark II シリーズと iPad、iPhone、Android スマホのセットアップを説明します。基本操作を AG03 Mark II と iPad を使って説明します。まずは AG03 Mark II と周辺機器との接続です。iPad の音をスピーカーで聞く場合は、スピーカー端子にスピーカーを接続します。ヘッドホンで聞く場合は、ヘッドホン端子にヘッドホンを接続します。イヤホンで聞く場合は、イヤホン端子にイヤホンを接続します。今回はヘッドホンで聞いてみたいと思いますので、ヘッドホン端子にヘッドホンを接続します。続いて AG03 Mark II を iPad で使用する場合、必ず外部電源が必要となります。USB-C ケーブルを使用し、USB 電源アダプターや USBモバイルバッテリー等を使用して AG03 Mark II と接続します。音声を配信や収録する場合、マイクを接続します。 AG Mark II シリーズはダイナミックマイク、コンデンサーマイク、ヘッドセットマイクなどの接続が可能です。ダイナミックマイクを接続する場合、ケーブルの先端がホーン端子の場合は、ホーンインプットへ。キャノン端子の場合は、キャノンインプットへ接続します。コンデンサーマイクを使用する場合は、AG03 Mark II とマイクがキャノンケーブルで接続されていることを確認した上で、ファンタム電源をオンにします。ヘッドセットマイクを接続する場合は、ヘッドセットマイク端子へ接続します。AG Mark II シリーズは、このような二股ケーブルを使用します。マイク端子はマイクインプットへ。ヘッドホン、イヤホン端子はイヤホンインプットへ接続します。このような端子に3本線の入ったヘッドセットマイクを使用する場合は、変換ケーブルをご用意の上利用ください。ヘッドセットマイク端子を使用した場合は、1チャンネルマイク、およびヘッドホン端子が使用できなくなりますので、ご注意ください。続いて AG03 Mark II と iPad を接続します。Type-C 搭載の iPad は Type-C ケーブルを使用して AG03 Mark II に接続することが可能です。iPad を充電しながら使用したり、iPhone や Lightning 搭載の iPad を使用する場合は、Apple 純正のアダプターを使用し AG03 Mark II に接続してください。続いて AG03 Mark II 本体のストリーミングアウトがインプットミックスになっていることを確認し、電源をオンにします。iPad の音声を接続したスピーカーやヘッドホンで聞く場合、まず iPad からのレベルつまみを上げます。スピーカーに接続している場合はスピーカーボリュームを、ヘッドホンに接続している場合はヘッドホンボリューム、おのおの上げます。
これで AG03M2 と iPad のセットアップは完了です。ここからは Android スマホと AG03M2 を使った接続を説明します。 Android スマホと AG03M2 を接続する場合は 3.5mm 4極ステレオミニケーブルを用意し、 AG03M2AUX 端子へ接続します。 AG03M2 を Android スマホで使用する場合は必ず外部電源が必要となります。 USB-C ケーブルを使用し、 USB 電源アダプターや USB モバイルバッテリー等を使用して AG03M2 と接続します。続いて AG03M2 本体のストリーミングアウトがインプットミックスになっていることを確認し、電源をオンにします。 Android スマホのボリュームを適度に上げ、セットアップは完了です。 AG M2 シリーズにはフットペダルを接続でき、さまざまな機能をペダルで利用することができます。購入時はリバーブのオン・オフが割り当てられており、配信等に役立ちます。フットペダルの設定はヤマハ AG コントローラーを使用し変更することができます。 iPad、iPhone に AG M2 シリーズが接続された状態でヤマハ AG コントローラーを起動します。メニューより設定を選択し、アサイナブルフットスイッチをリバーブからチャンネル1、ミュート、オン・オフへ変更することができます。このように機能を変更することで AG03M2 の活用の幅を広げることができます。